ということで今回もやっていきたいと思います。さあそれじゃあ早速マンション、お、ハートがあった、もうすでに見えた、ほら、あ、ユニポンちゃん、マジで？マジで？誰ですか？切ない、アスムなんでしょうね。実は私、黒影も剣も好きなんです。どっちも、どっちも相手がおりますけれど、これは、とりあえず告白して当たって砕けたら多分選択肢が狭まるはず。とりあえず普通にね。告白する場所はどこがいいでしょうか。浜辺。その前に着替えた方がいいですかね。そのままでいいと思うよ。わかりました。では勇気を出して告白してきます。ユニポンちゃん久々じゃない告白。そしてこうね、別に新しい人に行くわけでもない。前からおる人に行くのに、あなたの全てが大好きです。アスムには戻らないっていう。付き合ってください。ちょっと待った、誰、ともちゃん来た。え、マジで、てかめっちゃ遠くから、めっちゃ遠くから走ってきてけど、本当にあなたが好きなのはトモカです。いや、私の方があなたのことも好きに決まってます。ほ、むっとした。どっちも選ぶんですか。どっちも選ばないよね。リンちゃんだよね。ケン君にはリンちゃんだよね。え、だよね。びっくりした。選ぶんかと思ったやん。焦る。これでね、ケン君、リンちゃん、だいぶ長いこと続いとる夫婦。お別れとかになったら悲しすぎる。残念な結果に終わりました。あの、モテモテなユニポンちゃんが振られるっていう、久々のショックやろ。リベンジはなしなのね。まあでもとりあえず、カツ丼を渡しておけば、ご機嫌に戻るので。さあ、どうすか。どうでもいいわそんなのっていう感じの、あの顔いいね。これでもう落ち込み度も完璧に下がるはずだから、うまーい。まあ、確かにね、確かにカツ丼美味しいけど、そこまでか。早く帰ってきて、超大好物だったようです。すごい嘘泣きみたいになっとる。はい、これで、すっかり。早いね。一瞬だったね。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、一応薬をもらいました。ありがとう。人に気も使いすぎて、たまに疲れちゃいます。そんなに気を張らなくても大丈夫よ。友達に早く戻ってね、アスムと。そこ早く戻ってね。そして、友達マークが2つというのはすごく嫌な予感がするけれど。誰だい？ん？りょうたくんとちはやさんについてるのは大丈夫なのかな？でも喧嘩じゃなさげやけどね。普通に友達紹介とか？あゆなのそっくりさん、一週間ぶりですね。お久しぶりです。夫婦揃って友達マークついてるけど。ちはやと別れたい。待って待って待って、ちはやさんも同じ要件やったりせんよね。考え直して。もう一度話し合ってきます。私もそう思ってたのみたいなことにならん？どうなんすか。やり直そう、そこは。そこはちゃんと。もう一度やり直しましょう。はあ。こちらこそやろ。こちらこそ、お願いします。あー、よかったー。よかったよ。同じ気持ちなわけではなかったんよね。うまくいきました。もう一度、やり直してみようと思います。お礼にこれもあげます。これで、ちはやさんの方は？うまく消えたんかな？それとも全然別の用事？実用品、一応エコーもらいました。ありがとう。違うんだ。アップにしたいわけではないんだ。ちはやのために、よたも頑張ろうと思ってます。
お、いいね。いい方向に行ったね。はい、学校給食でもどうぞ。どうすか。あんまり美味しくなかった、マジか。あ、でも、千早さんどっか遊びに行ったわ。あずちゃんとこ行ったわ。はい、それじゃあ、ゆいさん、入ります。遊んでください。はい、遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第一問。第一問。それは何でしょう？ロボット。答えは、ロボットでした。超アップクイーヌ第2問。第2問。でこれは何でしょう？アップルパイ。答えはなんとなく。アップルパイでした。よかったよかった。超アップクイーヌ最終問題。最終問題。これは何でしょう？フォアグラか。答えは。フォアグラでした。わかったわかった。フォアグラとかなんかパッと見すごい美味しそうにしか見えんねえけど、多分食べたら無理なんやろうな、私は。おめでとうございます。だから確実に苦手なジャンルなんやろうなって思いつつ、見た目で美味しそうって思ってしまうのもあるよね、いっぱい。和菓子とかもすごい思うもん。美味しそうって。絶対食べれんけど。お宝、花束をもらいました。ありがとう。パソコンって苦手だったんですけど、最近楽しくなってきました。うん、いいね、いいね。私は、ずっと機械音痴です。私、小さい頃、ほんと小学校低学年、1、2年生ぐらいから、ずーっと自分の部屋にパソコンもあったし、普通に、パソコンしよった、タイピングとかもしよったけど、全然機械音痴ですよ。はい、みんなに募金を募ります。しかもずっとしよって、ブラインドタッチもできんけんね。今日は 25,910 円集まりました。ありがとう。はい、そして、お、昼市。ダイソー服だよ。今日は特売日だから、信じられないくらい安いよ。ダイソー服結構ね、なんか奇抜な色とか多かったりするよね。と学年によって違ったりとか。はい、それじゃあミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユナスーパーで秋の野菜フェアが開催されました。秋の野菜フェア、さつまいもとか栗とか。東さんら農家の方々がスーツを着込んで店頭に並び、自らが作った野菜の美味しさをお客さん一人一人に徹底的にアピールしていました。ブロッコリーも町のミーに聞きました。こういうニュース好きです。なんだか小さいニュースばかりですね。いいよ、平和で。はい。11時のミーニュース。あゆな島にそんなね、伝えしました。大事件とかニュース、そういうニュースはなくていいのよ。はい、そして、一軒家の方は特にマークはなさげやね。じゃあ今回、また音楽、歌を送ってきてくれた人がいるので、それを聞いていきたいと思います。今回はね、ソロの歌って、はい、さっきインタビューも受けよった、エンジェルさっちゃん。さっちゃんのソロで、アイドル、あゆなモデレーターの好きなもの。これはね、ゆりさんが送ってきてくれた歌です。さっちゃんといえばやね。ゆなさんのモデレーターレモン大好きで、有名のさっちゃんベスフォーマーじゃない、レモンない、レモン好きすぎて質問箱に、ああ
いな。みんなレモンを好きになってね。そして後ろに私がおるっていうね。まさかのバックダンサーにアユナがおるっていう。はい、それじゃあ、お、誰でしょう。めいちゃん、入ります。すっかり冬の感じだけれど。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。お、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。なんでしょう。なるほど。あーっと、早くない？もう一回もう一回。だけですよ。さあ、来い。行きますよ。はい。あ、ほう。失敗。あー、早かったー。マジかー。くっそー。2回ぐらいできたらいいのにね。遊んでください。この、つかみ直しというか。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。新婚旅行は楽しかったな。どうした？あの頃は良かったけど、今は、みたいな。いや、大満足やん。大丈夫やろ。別にそんなね、結婚したてじゃないんやけん。そんな思い出に浸らなくても大満足状態でね。黒影さんちょっとユニポンちゃんに狙われとったけん、気をつけて。あんまり美味しくなかった、マジで。ユニポンちゃん可愛いけんね。狙われたら、もしかしたら黒影さんがコロッと言ってしまう可能性があるけん気をつけて。あ、そういえば、クイーンとクマちゃんのところに子供が生まれました。クイーンとクマちゃんどこかしら。お、どのあたりだ。あ、ここや。音楽が違うね、他の家と。そして夫婦仲もよろしそうだ。どうも。ご飯の時間にごめんね。チャジュンと遊んでくれますか？ほいほい。チャジュン。ありがとうございます。でも今全然泣いてもないけんね。アジナのそっくりさんだよ。ほら。すでにご機嫌。そこを逆に不機嫌にしていくスタイル。いやー、ごめんよー。あ、泣き出した。さっきまでご機嫌だったというのに、号泣やないか。どの角度がよろしいですか。おー。めっちゃ泣く。これぐらい。こんな感じ。めっちゃ泣くんですけど、つらい。どんな。これは大きく動かしすぎか。めっちゃ号泣なんやけど。来んなよって感じじゃない？ねえ、ご機嫌で。ご機嫌で横になっていたというのに。お、どんな感じでやっても泣くぞ、この子。めっちゃ揺らす。揺らしすぎですって言われそうな。あ、これ？今どれがハマったのかがちょっとよくわからないんだけど。あ、これ？あ、これがいいの？あー、よかった。ご機嫌に戻ってくれた。この感じだね。あー、よかったよかった。号泣させて終わるかと思ったよ、私。管理人何やってくれてんだっていうね。つら。そして私じゃダメだと二人がちゃんとね。二人がちゃんとあやしている。いいね、いいね。じゃ、クイーンがどんな変顔しようかめっちゃ気になるけど。見えない、そんなところまでは。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、まさかのご機嫌なところを
泣かしまくってしまうとは。多分ハラハラしながら親二人も見よったと思うよ。